踊るサブスクマガジン熊のつべこべをご利用の皆様、おはようございます、こんにちは、こんばんは。私熊谷でございます。今月もやってまいりましたマンスリー熊谷。今日のゲストは、もちろんあの予告しておりましたけども、あのこうスッとした写真の、青木直哉さんに実際ずっと、いらしていただきました。今日は、直哉さんをお招きして、そうですね、あの今こそ踊る強さを持つっていうテーマでちょっとお話をしていこうかなと思うので、皆さんお楽しみにです。では改めまして参りましょう。本日マンスリー熊谷のゲストは、ゼロ代表、そして振付家ダンサー青木直哉さんです。はい、あどうも。どうしたんですか、ちょっとその緊張気味で。映りました、映りました、今パンときましたよ。パンと直哉さんお久しぶりなんですよ。だいぶ私たちね、はい、だいぶお久しぶりで、ですね。ただあのちゃんと関わりはあるんですよね。関わりというか、うん、6年前ぐらい。あ、そんなに前の話する。いや、あの時期的には6年前に、はい、まあ今日ここにはいませんけれども、あの背の高い、はい、あの柳本先輩、ね、先輩っていうね、もう年下ですけどね。そうですよね、向こうがあまりにもね、はい、あの態度がでかいんで、はい、あの上に見えちゃう柳本正弘さんと、はい、もともとはね AT1 っていうプラス AT1、プラス AT1 を、ね、お二人でやられてて、はい、いろんなところでパフォーマンスしてて、僕ももちろんしてたんですけども、うん、その AT1 と僕ずっと一人でやってたから、うん、あの柳本さんはとにかくね、ま、巻き込みたがるから。そうですね、熊ちゃんもちょっと一人でやってないでって言って一人好きの僕をさらってですよ。うん、で3人でやった公演の時に、まあその前から知ってたけど、まあ、話したりとかリハーサルするのはあの時が初めてっていう時からですから、そう考えると6年ぐらい。6年ぐらい。あの時は直哉さんは、まあ、今もだけども、うん、ただただ優しい真面目な人、はい、いいです、もっと言ってもらって。優しい真面目な人、真面目な人、はい、であ、そうだよ、あのノイズムにいたんだもんなとか。そうですね、そういう、まあ、会った当時僕よさこいやってましたけどね。ちょうど、まあ、ちょうど期間限定でですけど、よさこいをやってて、はい、初めての会ったリハーサルはよさこいのその本番から帰ってきて、まっすぐ来て、もうごめんなさい、もう太もも前と後ろの筋肉バラつくでちゃったから、ね、今日は踊れないからごめんねって言って、戦い終わった後のような体で帰りました。やってきて、あれね、初日のリハーサルじゃなくてあさって本番ぐらいの時だったんです。確かその傷ついて帰ってきた時。そうか。そう。三人の僕たち3人のやつが。それはだいぶ。だいぶでしたよ。だいぶでした。リスキーな。一日で直しましたけど。よさこいだって大変ですもんね、あれ。よさこい大変です。大変ですよ。はい。レオンも大好きですけど、うん、はい、もうあんまやらないようにしよう。矢野上さんのあのよさこいの写真とかを見ると、もうイケイケじゃないですか。祭りは好きなんでね、やっぱり。やってあさって東京で本番だからちょっとっていう思いながらずっとやってました。したらすごい怒られました。どっちに？よさこいの方に、ね。はい、ちょっともうちょっと弾けてくれないと青木さん呼んだ甲斐がないんですけど、そんな正確に踊られてもちょっとねって言われます。あ、真面目が出ちゃった。真面目が出ちゃってるかも。祭りだからはげて、別にすごい厳しい先生だったんですけど、はい、かなり練習したんですけど、本番その先生が僕の隣で全く振り付け踊らないんですよ。はい、適当やってるんですよ。俺もやりゃよかったと思って。ね、それやっても大丈夫な立場だったんじゃないですか。だって多分弾けて、うん、でももう俺あさって東京で本番だからと思ってやってたから、ちょっと後でどっちかにしてもらっていいですかみたいな。それでその大変なよさこいの本番を終えて、で僕たちのリハーサルに来たら、でそれ足動かねえって言ったら、使い物にならないんだったら帰れって柳本さんに言われてね、帰りましたね。ありがとうございますって言って。あの人もひどいですよね。来い、うん、って言ったんだよね。そうその日はちょっと休みたいって言ったんだよね。だってあの日はだってどう考えてもスケジュール的に無理だって言ってるのに、無理やり来いって言って、うん、まあね、あれ寂しがり屋だからね。そうですね、とりあえず顔出してほしい。そうなんですよ、とりあえず顔出してほしい。すぐね、人がいないと振りができないんだってね、怒るんですよね。そう、
でその時にできないとその後飲みに行かないとできないっていう。そうなんだよ、結局寂しがり屋だからもう、うん、一番あの人今の時代に向いてないですよね。人と接さないと。あ、大丈夫かな、振り方でもどうしてるんでしょう、ね、大丈夫かな。ズームでやってんじゃないですか。ズームでコンタクト多分酒とかこう画面かけながらやってると思います。多分ね そうしてると思う、うん、でもそういう時のに一緒だった直哉さんの、まあ、印象っていうか、まあ、なんだろうな、そのプラス81の、まあ、作風もあるけども、うん、その中での直哉さんのキャラクターとかもあって、うん、そういう時に僕初めてあのノイズム自体は見てるけども会ってないから、うんうん、そうですよね。でそういう人なんだと思って、うん、まあ、81の活動からちょっと直哉さんも離れたりとか、うん、まあ、僕もその後に出たりとかしたけど、うんうん、でそこからまああれですよね、それこそ SNS とかたまに会って近況を知るぐらいの時に、うん、どんどんこう直哉さんが、まあ、変わっていくというか、きっと分かんないですけど、うんうん、元の直哉さんに戻っていったのかもしれないけど、まあね、そうですね、なんかもう個人活動に入ったんですよね、うんうん、なんかやっぱその、まあ、ノイズムさんやらせてもらって、はい、でその後ジャポンダンスプロジェクトとか、うん、まあ、あのプラス81とか、うん、いわゆるなんか海外ですごい頑張ってきた人たちとずっと共同でいろんなことをやってきて、うん、まあ、それはそれでもうパスも早いし楽しいは楽しいんですけど、うんうんうん、そういうバンド活動じゃなくてなんかソロ活動したくなったんですよ、うん、でソロで踊るっていうよりは本当に自分の好きなことをもうちょっとやってみたいなって、うんうん、なった時にちょっと本当にそのバンド活動一回やめないと無理だなと思って、うん、だからもうすごい影響されやすいからバンド活動してるの、ね、バンド活動してる、うん、それでいい、それに合わせたいってなっちゃうから、うんうん、なんなら一回こうバンって謝罪したのが、まあ、4年ぐらい前。そうですよね、うん、それでそのグループワークプロジェクトっていうのをまた始めて、今それがゼロだったかと、はい、4月から。当時はどう呼んでましたっけ、うん、その4年前、青木直哉グループワークリサーチ、青木直哉グループ&リサーチプロジェクトって最初言ってましたね、うん、自分でも覚えてられない、覚えてられない、ね、リサーチを1年間かけたけどちょっとリサーチって書くのが長いのでリサーチを抜いて、あ、最初は1年間リサーチって書いてあった、書いてましたね確か、うん、2年目から2年目から、うん、リサーチ抜こうってなって、やりたかったのがなんかそのやっぱりそのクラブ活動じゃなくてあのバンド活動の時の、はい、言わなくても続かれポンポンってやる、うん、その身体感覚とかっていうのを、はい、まあ言ってもそれでもやっぱりそのいろんな、なんかフランスから帰ってきたらこういう色だし、はい、なんかあっちの方でやってる人はこういうことだしっていうのを、うん、まあ、自分のラインのところで揃えるためにグループ活動したらどうだろうっていう、まあなんかそういうおよそ揃いもしないような身体感覚をちょっと揃えるのはどうしたらいいんだろうっていうサークル活動みたいなのはやったことの中でやりたかったし、ね、うん、だからそれまでのそのなんかバンド活動とまた、うんうん、まあ、人、違う、人は集めるけどもまたちょっと、うん、まあ、直哉さんの言い方が違うとかだったの、そうですね、まあそうですね、なんかほらノイズムは言ってみたら1年間向こうにこうなんていうの、うん、仕事で1年単位で行くから、うん、あれはあれで1個のグループ活動なんですけど、うん、まあ、強烈な個性に引っ張られてやってたのがあったんですよ、はいはい、うん、でそれとはちょっと違ったタイプのグループ活動、グループダンスなんかこうやってみたかった、うん、っていうのが一つと、まあ、あとリサーチの方はなんかそのダンスっていうのがあのいわゆるなんていうかな、劇場で生きてきたから劇場の中で全部終わっちゃってるんですけど、うん、なんかよく考えたらそれだとダンスが好きでも劇場が嫌いな人には僕は会えないじゃないですか。ああ、そうですよね、あの、うん、劇場でお待ちしてますってよく言うけど、そうそうそう、だから劇場に来ない人の方が結構多くてでそういう人たちの中でもこうダンスを見たらどうなるんだろうとか、うん、なんかもうちょっと広い世の中の中でのダンスってどうなんだろうって思って、うん、それをこうリサーチするための期間にしようみたいな感じで、なので結構劇場から離れる感じで行っちゃったんですよね、うん、うん、でもそれ僕も近いはずなのにな、近いはずなのにな、まあ、どっちかというとそれやってたもん、そうですね、またちょっと毛色が違って映るかもしれないけど、最初に会った時に黄色いパンツで映像をたくさん作ってた、そうですね、うん、すでに、うんうん、僕なんかあれなんですよ、
10代から踊ってはいるんですけど、うん、でもジャズダンスとかずっとやってて、うん、で20代前半で僕札幌出身なんで、うん、札幌のすすきので、うん、タクシーに乗ったんです、あの、うん、飲み会の後かな、うん、僕金髪ですよ、短髪金髪そしたらタクシーのうんちゃんが、うん、お兄ちゃんそんな髪の色でね仕事できるって何の仕事やってんのって言って、うん、まあ、僕はインストラクターだったんで胸を張って、うん、ジャズダンスやってますって言ったら、うん、したらまあ当時だから20年ぐらい前だと思うんですけどね、うんうん、きっとね、だからそのタクシーのおじさんがジャズダンスってどんなのって言われて、いろいろ説明するんですよ、こういうテレビでやって、うん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 、でもその人は知らないと社交ダンスぐらいだなおじさんが知ってんのはって言って、帰り際に僕降りる時に、まあお兄ちゃん頑張ってなって言って、でまあおじさんとかにはまあ関係ないな、うん、世界だもんなって言われて、うんうん、じゃあって言って、なんか僕ね20代前半それがすごい引っかかったんですよ、うんうんうん、このおじさんに関係、うんうんうん、確かに関係なかったんだけど、うんうんうん、俺このおじさんに関係ある踊りって、うん、いつになったら踊れるんだろうと思って、うんうん、なんかその時からちょっとそういうのはあったんだね、あったと思うんですよ、だからってまあ30過ぎてあの黄色いジャージで踊ってるのがそこに行ったかどうか分かんないけど、なんかもがいてはいたんだと思うんですよ、うんうん、そうなろうっていうのが、でもなんか潜在意識としてやっぱあるよね、うん、だってダンスやってて、まあ、面白かったり楽しかったりとかするのはやっぱ人に見てもらいたいっていうので始まるけど、ね、うん、まあなんか高みに行けば行くほど、僕頑張って行ってみたんですけど、うん、今行ったよねシルクとかも、行けば行くほどなんかこう見る人狭まっていくみたいな、あ、確かに、なんか割と、でもそこにいたからこそのなんかあるんですけどね、それこそあの、うん、初めてだって長谷さんと一緒にやった本番の3人のやつね、うんうんうん、あれでまあいろいろまあやることは技術的には難しいけども、まあそれをなんかいろいろこう面白おかしくあのマサさんの演出でやっていって、ただその中で長谷さんがなんか一人でねなんかソロをね踊るシーンがあって、そのリハを見てて、これはね先輩に言うのは本当失礼だけどね、思ったの僕なんで、めっちゃ踊りうまいんだなこの人と思って、あ、本当ですか、いや嬉しいな、もうそれ一番最高なんですよ、すげーうまかったな、なんか俺この前もちょっと誰かに言ったんだけど、その今回名古屋さんと話すってことで僕の生徒さんの人となんか話した時に、あの人はさ、あんなんだけどすげー踊りうまいよ、でもあんなんだけどって何かなと思ったけど、でもニコニコ、ね、すごく踊りがうまいっていうのをその時思ったから、でもそういう体になるのっていうのはでもやっぱりそれこそちょっとタクシーの運転手さんとはちょっと一回離れたところに行ってとかっていうのがきっとあるんだろうなっていろいろこう思って、だからどっちがいいっていうのはもちろん今も僕の中では答えはないけど、その人がどこに向かいたいからっていうのはあったけど、もそういう長谷さんにそういうなんか幅の面白さありますよね、そうなんですかね、なんか僕わかんないけど結構一生懸命生きてて、これでもなんか変な話になるけど一生懸命生きてて、別にそのいろんな苦労して酔っ払ってわーって叫んでる人とか、なんか夜中あれしてるとか、あれと同じテンションで踊ってるのになって思うんですよ、なんかもう人生の結構振り幅でなんか失恋して号泣してるとかっていうのと同じテンションで踊ってるから、別にそのね作品が難しいだけで、僕の単体としてのファッションはあのもっと一般的だよって、なんかすごい分かりづらいって言われちゃう、コンテンポラリー作品とかあれとかで、でもいや普通人間に起こることですよって、ただそれがこうね、みんな家の中では多分号泣とか枕叩いてるとかガーとかやってるわけじゃない、あと友達の前でとかはね、ね、できないけど、でも僕はあの人様の前でそれやれちゃうので、なんか分かんないけど調子に乗せられると、それは演出なんですけど、なんかそうですね、でもあの時から長谷さんなんか本番になった時のその変態度っていうのがやっぱまあ強い人だなっていうのは感じてましたね、なんかね、変態度ですね、なんかそれ本番ではそこに行くんだとかっていうのは、でも人はみんなね変態でしょ、そうですね、あのなんかその他人を見ると他人のことは変態に映りますよね、そうですね、自分普通だと思ってるでしょ、そうそうそう、基準がね、いや僕が見たらだいぶ変態でねやっぱりねかなり変態で、だそこはやっぱ違いとしてなんかあるけども、でもさっきのいいですね、そっか、あのね、道端で飲んで叫んでる人と同じテンションで、そうですよね、劇的に感極まれば、ただあの感極まらないの、極まらないのに感極まるシーン来ちゃった時のなんかうろうろ度はないよね、ありますよねなんかあれね全然来てないけどそういう時はやっぱり技術でお任せ、さすが大人、けどバレてんだろうなとか思いながら、やります。
でもまあみんながってそんなに僕人のことは分からないけど、うん、どうなんでしょうね。そういうふうに踊り踊る人たちが踊っていけば、うん、踊っていけばっていうか、うん、まあ今回というか、まあ、きっかけこの僕がサブスク始めた時期もたまたま重なっちゃったから、そのコロナがあって、うんうん、とかね、うん、いや重なってしまったからそういう話でこのコーナーいろいろこうお話しすることが多いけども、うんうんうん、でも、うんうん、そのまあ、今日のテーマじゃないけども、うんうんうん、今こそ踊る強さって言っても、うんうん、なんか僕の中ではその4年前その奈良さんがバンド活動を終えた時から、うんうん、ずっとその強さを感じていて、うんうん、一緒に共演してる時はもちろん強いダンサーとしてあるけども、うん、そうじゃなくなって、うんうん、なんかその青の炎的な、うん、もうだから いきなり舞台とか離れて、うん、なんか力強いなんか海外チームみたいな仲間とかも全部ごめんねって言ってお世話になったので、うんうん、一回ペシャンコからスタートですよね変な小さいおっさんみたいなのからスタートして、しかもなんか出会う人たち別にダンスの業界の人たちじゃない人とお話をたくさんしに行ったので、うん、なんかへえそうなんだふーん、うん、あのよくわかんないでしょみたいなところからスタートがしたので、それ意識的になんかその、まあ、営業活動って言ったらあれだけども、うん、そういうイメージで人に会いに行くんですか。なんかねちょうどいろんな誘いを受けて、うん、なんかいろいろ行ったんですよね、あの交流会とか、うん、はい、でやっぱ多かったのがその体について考えてる人たちとか、うん、未来について考えてる人たちとかのなんか割とコミュニティに会いに行ったんですよ、うん、なので現代美術とかあの医療とか教育とかの人たちが結構お話しする人が多くて、うん、でね変態集まってるんですよね。そうでしょうね、もう20人ぐらいのコミュニティでなんか毎回食べたりとか、うん、1個のテーマとか先生の話聞いたりするんだけど、はい、もう全員変態なんですよ。変態もしくはもう迷っちゃってこの現代にどうやって生きていったらいいのか迷っちゃってる人たちとかいっぱいいて、それがあなんかボレーナが大事だなとかちょっとおかしいなと思ったことって、あみんなが思うことなんだって思って、なんか全然特別じゃないと思ったんですよ。ああその変態に紛れて、うん、変態に紛れたらもう全然うん、うん、だからすごく勇気はありました。そういう人たちに、うん、しかもまあみんなほらねダンスじゃない人たちだったらまた見え方っていうか、まあ、向こうからの見方も違うでしょうね。どうしてもなんかそうだから一人ちょっとね、うん、なんかあの専門用語知らないなっていう男が入ってきたなっていう感じはあるかもしれない。でもここの人たちはみんな専門用語一緒だってことですか。他の例えばその似通って人とかでもね、なんかその一番つながりが強かったのは彼の時にはあんまりそういう人がいなくて、うん、あの今大変お世話になってるあの海老原商店って古民家ある、はい、そこのオーナーさんとかは、まあ、鍼灸師だったけど全くそういう専門用語を使わなかったりとか、うん、あとはなんか NHK を来月満期で退社なんですっていうなんか NHK のディレクターで、はい、あのすごいなんですかね地位とかあれとかが、うん1ヶ月後にゼロになるんですっていうなんか代謝鬱になってる人とかが来て、なるほど、これからの残った人生どう生きようかなみたいなのを一緒に話したりとかして楽しい、ね、それ楽しいですね。楽しいですね。そこだと別に踊り関係ないですもんね。関係ないですね、うん、でもそうなんでしょうね。あの、まあ、その先に人それぞれなんか踊りなり現代美術なり、うんうんねまあ、神経治療の、うんうんまあ、体の研究もそうだけども、うんうんうん、っていうのがあるじゃないですか、うんうん、だからなんかなんだろうね結局でも当たり前だけどに人間だから、うん、僕一時期今は全然そんなことないんですけど、うん、踊ってる人とつるむのが危ないって思った時期があって、うんうん、なんかこれ偏るなっていうか、うんうん、偏るな、あの、うん、みんなで考えるなんか問題提起することもまあ、だんだんもう毎晩一緒になってきちゃうし、でこれでもみんなでそう思ったらどんどん不思議とそういう世の中になっていくじゃないですか、うん、あと自分の周りはね、うんうん、これどうなんだろうと思って、うんうん、一回そういうのをちょっとやめないとなっていうか思って、うん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 、だいたい毎晩同じこと話すもんね。そうなんです、ね、そうそうそうあれね、ああいう会をね、そう大体で行き当たるところは同じ問題になったりとかするから、うんうんうん、だからそれって本当に僕にとっても問題なのかなって思ったりとかして、うんうんまあ、みんなでいるとそういう勢いになって、うんうん、そうだそうだってなるけど、うんうん、
いうことから、まあ一回なんかまあ離れたっていうか、それはただ単に僕はでも元々そんなにというか活動、ダンスの人と何か活動ってそんななかったからあれだけども、あの夜のね活動だけはもうすごい盛んに呼んでいただけてたから、すごいダンサーの人と飲んでたんだけど、一回もそういうの、まあ、やめたっていうか、でもまあちょっと違う。そうね、ことを問題だと思ってる人とか、違うところにもうちょっと未来を感じてる人とかに、あったら面白いんじゃないかと思った時があったんですけど、いやその方がいいと思う。だってくまちゃんのブレーンっていうかさ、チームすごいいろんな人いるじゃん、いろんな業種のなんか、そうですね、それがやっぱ今見てて羨ましいな、なんか、まあ、僕もいるちゃいるけど、そのでしかもそこで作品作れてってるから、すごいいいなと思うんで、なんか結局その舞台芸術もそうだしダンスもそうだけど、なんかその方法論じゃない、なんかそうです、ね、何かこのちょっと聞いてもらっていいかなっていう時のなんか方法論がダンスだったり、はい、劇場だったりとかするので、はい、なんかそのやっぱ中身についての話をしたいんだけど、なんかその方法論があっちがいいこっちがいいだけでちょっと永遠と終わっちゃうから、それだとなと思っていて、なんかそのバランスがちょっと、まあ、難、今は悩んでるわけじゃないけど、あ難しいことだったんだなこのバランスって気づくことが最近ありまして、僕今度今年の12月の公演で、はいはい、あの初めてうちのカンパニーとしては、まあ、助成金をいただくわけですよ、アーツカウンシルからね、はいはい、でその申請も僕したことなかったから、で、まあ、詳しい方がたまたまこの、今回の機会にこう助けてくださって、でまあ取れたんだけども、でそしたらそのまあそのアーツカウンシルの方とかも僕のことは知ってはいたんですよ、前、まあ、6年ぐらい一人でなんかそういうの、一人でっていうか作って、で今永井さん言ったみたいな感じの人たちと舞台作っていて、で僕はいつだって、あの広がりたかったですよ、広がりたいっていうのはその自分の作品を世の中に広げたかったんだけども、アーツカウンシルの人の印象にとっては、こういうところにね、例えば助成金でも何でも言ってこないから、あこうやって自分でやってた人なんだなって思ってましたって言われて、もう愕然としたんですけど、そう映ってたんだ、僕は十分広がりたかったぜと思ったけど、でもその時期があって今いろんなことを楽しめてるから、それはまあ無駄ではなかったんだけど、そういうことなんだと思ったんですよ、そうですね、そうですね、まあ完結、自己完結の中でのやり方を極めてきたからね、そこから広がったら多分すごい大きいと思います。ああかな、あったら嬉しいけどなと思って、なんかそれがだから今回初めてだから、ちょっとびっくりしましたね、僕ね。一応ほらあの助成金とか僕はそんな詳しくないですけど、何年かの間にその自分の事業を拡大するために今お困りですよね、助けますっていうものなので、もう基盤があるわけだから、それはだからそういうのがあって、でしかも広げる気があるっていう意思表示というか、意思表示をすれば、はい、助けてくださいって言えば多分、そういうこと、実績がねある、もう乗ってきたからいいんじゃないですか。いいえ、の、どうなんですかね、そう自分の中では調子にいつも乗ってるんですけどね、いやでもなかなかその舞台だけだとさ、なんか本当にこうなんだろう、そのなんていうんですかね、それを成立させて、でこう助成金をもらってやってってって、でそれがこうちょっともう助成金はもうそろそろいいですかって離れる頃になっちゃうと、もう自分の自主事業で回せなくなっちゃうっていうパターンの方が結構多いから、なんかイメージ分かりますよね。だからそのもらってる間にどうやって頑張るかなとかっていうのとかは僕も考えますけど、でもまあ楽しみですね、やっぱり。楽しみですよね、これからね、ガンガン作ってください。あ、僕はもうガンガン作りますよ、喋、るし喋るしね、でもなんかそのまあ舞台でも喋ってるし、なんかその踊ることとかっていうのは別にこう手足を動かすことだけじゃないじゃないですか。さすが、そうですよね、さすがっていう、すごいそう思ってます、ね、なのでだからたまたまここはこういうふうにやるけど、ここはこういうふうに喋りますとか、すいませんこの絵を見てくださいとか、なんかしないけど待ってると音が聞こえてきますとかっていうのでも全然、ね、ダンスってあんま変わらないと思うんですよ、僕は、なんで、っていうのをもっとなんかダンスってこういう風にして踊らなきゃいけないんですよねって思ってる人に伝えたいっていうのはあります。そうですよね、さっきの永井さんの言葉すごいかっこいいから、もう忘れちゃったけど、すごく忘れちゃうもんねすごくかっこいいからすごく言えばいい、ね。